どうも白石秀則です。このチャンネルは田舎に住む43歳のシンガーソングライター、そして音楽家の白石秀則と猫3匹との生活や音楽制作、映像制作、そして自分の音楽の経験談を話してみたり、弾き語りをしてみたり、オリジナルを披露しているチャンネルになります。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、ということでようやくザスト見れる時間ができました。最近ね、長尺になってますね。なかなかこう見れる時間を作れてなかったんですが、今日は見れますので、44分、シャープ 18-2 最終合宿練習&最終審査前夜、見ていきたいと思います。今日はね、リラックスして最終審査前夜ってことなのでね、そんなこうシビアなシーンもないかなと思っておりますので、リラックスして臨みたいと思います。はい、いきます。せーの、ポチリ。あと、同じところに座ってほしい。オッケーです。ムキに、お疲れ様です。コロナも長いね、ほんと。レオカメラ。どういうこと？待って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 。怖いんだけど入んの。何これ。失礼します。どうすればいいんだろう。ねえ、これどうすればいいの？ダブルドッキリダブルドッキリ。マジでびっくりした。どういうあれ、ドッキリ仕掛けてる側の方がドッキリさせられる。やば、あ、私全然新しい。めっちゃこんなやつ、ね、全然こんなやつ。一人一歩ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。暗い、なんか暗いな。あれ、いいリアクションですね。あ、そういう声も出るんだ。どうしたらいいな。まあ、ダブルドッキリ成功してよかったです。本当にマラトとリョウキの誕生日はね、東京にいる時僕らが少し祝えただけだったので、あの、こうしてまた祝えてよかった。俺結構いいポジション取ってましたよね、そのレオカメラの写真。見てみて。息のコントロールなんだけど、今までやってきたり積み重ねてさ、ボイトレ全部、発声全部。いけ。運命からの招待。おお。めっちゃ良かった。ありがとうございます。良かったね。ないそういうのいいよ。いい、すげえいい。
こうすんごいこう、それで言ってね、ほんなるかってこんな気持ち初めてさ、わおわおわお、これすごいね。ありがとうございます。すごいね。さあ、りょうくん来たよ。はい。へこんでるリフリーカーの成長。追い越されてく日々に、追い越され…よくなってる、よくなってる、はい、よくなってる。あのね、もっとさ、声がこぼってたよね。うん、あ、うん、追い越さ…こっさね、追い越されてく日々に。おー、できるよ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 うになってる。歌うまい、めちゃめちゃ気にして頑張った。はい、はい、いや今泣きそうだわ、めちゃくちゃ嬉しい。レオはやっぱ歌い方の本質が変わったのはだいぶでかいんじゃないかなという気がするし、がむしゃらな努力が分かりやすく実を結ぶタイミングに入ってきてるのがレオの伸び方すごいですね。嬉しいです、見てて。今はすごく気分がいいです。今まで全然一回もと言っていいほど褒められてこなかったんですけど、まあ、ここに来て褒めてもらえて、なんかすごい成長を実感できたというか、すごい頑張っててよかったなって思える結果があったので、これを踏まえてパフォーマンスもダンスも歌も自分の今持っているスキルの最高値でかましたいなと思います。かましたよ。お、お天気まじりのウィーケン、同じ味にも飽きて、もうガスクシー踊るスポットライト、泡とともに弾けた。あれ、上手くなってる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 、ピッチが当たる子になってる。イエーイ、ブラボー、いいです、ブラボー、ありがとうございます。ブラボやってたね。なんかしました。寄せたよね。あ、でもさ、声出しやすくなった。さ、ここの筋肉取ると、はい、ここの筋肉取ると、声出しやすくなる。ポッピングのせいだと思う。いや、そうなんですよ。違うんですよ。病院の先生に、あの日ポップ一旦やめろって言われてから、すっごい気にしてて、この辺を、使わないようにしてたんです。ほら、そしたらこう出だした。ほら。素晴らしい、言うこと聞いたあんたのかも。そうだよね、だってポップダンスって結局筋肉を弾いたりして踊るやつなので、どうしてもここだったりこう筋肉が踊っててキュッとなりやすいようなその筋肉がついちゃってたので、それを言われてその筋肉をほぐしたりとかストレッチをやったりとかっていうのをしてたら、本当に時間が経つにつれてその自分が出したい声っていうのが出せるようになってきて、自分が成長できてたことに気づけたっていう部分ではもう率直に嬉しかったですね。ブラーバー、いいよ、いい、今しかこれで練習します。練習します、練習します、完璧します、完璧します、頑張ろう。細かいところをずっと徹底的にやってたんですけど、しっかり感動させられるアーティストさんたちとかパフォーマーさんたちってすごい時間をかけてクオリティを上げてると分かるんですけど、それを実際僕らが同じことしてって、こうやって繰り返し細かいところをやっていくことでクオリティって上がるんだなって知ったので、疲れたんですけど楽しかったです。Can't stop going, going, going. あ、分かった、ここだ、言いたいことあった、かっこいいな、こうやってさ、見るみたいさ、肩近い水になる、そう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 、草むら、ここに草むらがある。
はい、これを取ります。取ります。で、こう入ってます。あ、そう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 。で、この時にちょっと肩自然とやったら入らない。お手洗い行きます。カクカクカク。あ、そう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 。ちょっと違う。テレテレン。カク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 。あ、そう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 。レイちゃんの場合、分かんなくなるとどんどん分かんない分かんないみたいになる ところもあるから、すぐに分かりやすく教えてあげれたのはすごくチームとしても良かったかなと思ったし、僕も嬉しかったです。あの、僕感覚で行く人なので、りょうきもそうで、説明がとても分かりやすかったです。このみんなの、移動と人前感で若干揃わなかった部分はあったんですけど、振り付けを詰める、突き詰めるというか、でそれを5人で共有して、そのやり方でどんどん詰めていってやっていきたいなっていうふうに思った。あの日の、これランちゃんだけが言ったよかった。あの日のこれ、うわ、おー、うわ、もうたまにこう、おー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 の後、これだけなんかこうやっちゃう。間に合わない。しょうがない。この手が、ヒートリーでもグーの手が、あ、俺さ、そこで流すからさ、こう、はい、シュントが、なんか映像、やっぱ低いね。ちょっと、これで綺麗かな。はい、そのこここうした方がいいんじゃないっていう風にこうメモにまとめてくれたりしてて、まあ、なんかそういうのもみんなで共有しつつ進めるっていうのがすごい助かってるなっていう感じです。オーケー。いや、あー、はい、いや、お疲れ。よかったよ、頑張った頑張った。エンジンさえやっぱ決めたいなと思うんだけどさ、なんかそエンジン決めたいなって思うんだけどさ、Let's go. Ready go. One, two. Let's go. 行きます。Go. Do. 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 Ready go. One, two. 次回へ続く。本当に？嘘でしょ。よしよしよし、ちょっと今日オーバーめに作っとこう。はい、はい、ワン、ツー、スリー、フォー。この懐かしい踊るスポットライト、泡とともに弾けた泡の、あの、ピッチさえあれば今最高だったね。追い越されてく日々に、うんうん、今の変なってね、っていうのも良かったね。こういうの色気だね。ちょっと、うんうん、それちょっと狙ってやりました。あ、狙ったの。追い越されてく日々に、お、いいじゃん、いいじゃん。もうちょっとスカイハイにやった方がいいよ。のに向かってやって。要はね、モノマネが一番いいんですよ。もう特に I'm ready ブレーキなんて踏まない方がステーキ、それですらスパイスにして荒波をドライブ、いっそ空にフライ下に見える大都会、あほら。で、そうやってあとの筋肉が先に、顔の筋肉に先に覚えさせていくことが大事なんだよ。はい、そうなんですよ。で、ファッ感じて Be the one, be the one Can't stop going, going, going Going, going, going 一番いいんじゃない。次はでも先生のアドバイス2回練習してたのね。はい、よし。 I never felt in こんな気持ち初めてさ、フィッチもいいし深み出てない。深み出てる。こっちやばいね。ずっと言ってましたけど、うん、あ、偉い、うまい、アドバイスなし、やばい、すごいね。マジで嬉しかったです。家で歌ってたのはマジで家で歌ってたし、未経験っていう枠になっちゃうんだろうけど、でも歌ってる量は多いって思ったり、今日でもさらに自信持っちゃったかもしれない。危ない、なんか変に自信持たないようにします。でも追いつくぞという意思が途絶えないのはジュノンのその本質を見た感じがしますね。こと歌唱の面においてはジュノンは、うん、信頼を勝ち取っているっていう感じが強いかな。同じ足にも飽きて、同じ足、足、同じ足にも飽きて、同じ
ジロン君とかにも、まあ、歌がうまいんで、どうやったら歌うまくなりますかみたいな聞いて、自分が気持ちいいって思うとこあるじゃん、そこずっと歌ってるといいよみたいな。強さでいこうとするんじゃなくて、おー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 じゃなくて、おー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 、ゆっくり、マジゆっくり練習した方がいい。フェイクのおー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 のやつもこうアドバイスしてもらって一個一個やって、そこからもう毎日こういうようにやってましたね。ほんとため息まじりのウィーケン、同じ味にも飽きて、 Oh I never said it、 こんな景色初めてさ、 Oh お、いいんじゃない。うんうんうん、やさげですよ。だいぶなんかい竜兵っぽい感じだよね。自分で気持ちいいメロディーを歌い続けると本当にこう自分なりのフローだったりそういうノリとかがついてくるんで、やっぱそういうのは今回の合宿でめちゃくちゃ伸びた部分だったんで、そういうのは本当にありがたいっていうか。ちょっと向いた方がいい。わからんくなってきた。顔残す。いや俺もなんかどうすればいいか分かんないんだよ、あそこ。どこ。俺ああいうの苦手です。もう一歩前出ちゃえば。ああ、そっか。ぶつかるリフェット。いや、can you feel it。 いや、ぶつからない。前出ちゃうよ。挑発的な感じじゃない。セクシー系ではないのかな。ああ、顎とこのライン見たことない。一歩出しながらなんかこう、こうさせてくれ。ああ、いいじゃん、やっぱ。俺結構好きだよ。できるかな。苦手なんだよな、しっかりの。いいと思う。秋田竜兵審査員。ケネフィリット選手権やってるんですよ。川口マンション。本当ですね。やりながらやってた。あ、ま、なんだっけ、忘れてた。俺審査してる。すっごいやるよ。課長。課長。ストレッチ。日高さんだったらちょっと腰落とす気がする。あー、やりそう。イエーイ、キャネフリーでなる。あー、ちょっと作った。顎上だね。水、これマジで。うなずいたよ。キャネフリー。あー、いいね。そうそうそう。何回積むとこう、キーって。そっち系、指見せる系で。あー、でもいい感じだな。今だいぶ良かった。オッケーオッケー、ありがとうありがとう。すごい嬉しいなっていうか、でもこれからもっと詰めていってって感じなんですけど、すごいなんか自分たちもその変化に、嬉しい変化に気づけてテンションが上がったし、あれに関しては、あ、それ僕得意だよみたいな感じです。僕ずっと一人でダンスとかやってきたから、一人で目立つスキルが高いっていうか、いろんな角度を研究してきたからこそ瞬時に浮かぶのかなっていう、そういったところは僕からもなんか提案を、得意なところはちゃんと自分の存在をこう出していきたいなっていうふうに思ったんで。こんだけ聴いてたら好きになるわな、この曲も。本気でやる君たちに、はい、これを言わなきゃいけない日が来たが、え、ゲストが来てます。え、この曲の
トラックメーカーのタクタクハシさん。マジっすか？マジっすか？タクさんです。素敵な曲ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。あのこの曲は皆さんがあのこれから輝いてほしいという気持ちを込めて作ってるんで、ぜひここからどん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 もう合宿も後半でもうラストスパートですけど、輝くにここからまた頑張ってください。はい、はい、お願いします。お願いします。ありがとうございます。じゃあ、1シャイニングいっとく。1シャイニング。うわ、やば。お願いします。お願いします。マジか、マジ。これは階段だ。キャッチーにするっていうところはこだわってるから、はい、リズムの部分と、うんうん、あとあの音階の広さもすごい多くて、この曲語尾、これラップもそうだし歌もそうなんですけど、語尾の着地を意識すると入り口も自然と多分いいタイミングに入れたりとか、ブレーキをかける、それかスッと放り投げるとか、いろんな語尾の表現があるんですけど、ここの部分はどういう風な語尾をやっていくかっていうのを意識していると全体がまたグッとタイトルになると思うので、もしよかったら参考にしてみてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、ソータの方のラップ、あのあれ息つらいと思うんだけど途切れるともったいないかも。あのラップしてる時基本的になんつうの、あの息吸ったり吐いたりしてても基本一息で、あの一息の中でアクセント取ったり、うん、あの声色変えたりしていく感じ、うん、一定に音の位置が保たれてるとラップが上手い感がすごい強くなるし、グルーブも多分キープされる、リズム感がいいから、はい、なんかそれ出ると急にすげえ上手くなる気がする。わかりました、ありがとうございます。みんなしっかりと自分自身を持っていて、自分たちが発信したいものがあるし、あと、まあ、残る人たちは全員じゃないっていうのを分かっていても、しっかりとチームとして良いものを作りたいっていう人間性の部分だったりも、そういったところをすごく目の当たりにさせられました。ありがとう。ありがとうございます。シャープです。シャープですね。本番のなんかの緊張感、一瞬で変わる緊張感だったりとかの疑似体験というか、改めて本番のイメージトレーニングができたので良かったかなというか思ってます。本当に緊張したんですけど、でもなんか審査前にすごい緊張した状態で一回やれて良かったなっていう、どれだけ自分の体が動かないとかどれだけ声が出ないっていうのを感じれたので、それは良かったなというふうに思いましたね。はい。爽やか。待って、向こう行くぜ。見て、すか焼きとかある。うわ、うまそう。これ、やっぱあれ、これが個人的にはうまい。うわ、エビ。
バギーマンか。いや、ここに来てバーベキュー気持ちいい季節やっとだな。ちょうどいい涼しさ。見て見て。うわあ。飯だ。やば。来た。来た。うまっ。うまそう。あ、ここ伸びなくていいと思う。大丈夫です。前側やっぱ見えてます。まあ、いいじゃないよ。いや、誰マジで。みんなとこうやってご飯食べてワイワイできるこの合宿で最後だったので、なんか結構楽しい反面寂しいみたいなっていう感情があって、一番最初にバーベキューって聞いてやったーってなってた時をこう思い出して、なんかいろんなことをこう思い返したバーベキューでした。人数がなんか少ないなとか今日思っちゃって、最初はプラス5人いたのかとか、いや時が進んでるなっていうのも、なんかただのバーベキューなのにそこまで考えられるようになった、なんか結構深いバーベキューだったなっていうふうに思ってて、みんなでお肉を焼いて食べたりしてるのがすごく美しく見えたっていうか、自分と一緒に暮らしてきた人の笑顔ってこんなにも赤の他人の笑顔と差があるものなのかっていう感じますね。いいこと言ってます。みたいです。あ、星座？いや、特に星座じゃない。いや、本当ね、なんか君たちがもう自分たちの意思でもって音楽を進めていくという作業、これは間違いなくオーディションの最中なんだけど、育成の合宿だからっていうの言ってたと思うんだけど、それをやっぱ一番大事にしたかったのよね。それぞれがアーティストとして伸びるのならどうだろう。っていう成長とかそういうことをずっと考えてきた期間だったんだけど、もう君たちはこの中で誰が選ばれてもデビューグループとして遜色ないと思う。本当にアマチュアの段階でこんだけできる人たちなんてもう他にないよっていう段階から、もう本当に誰がデビューしてもおかしくない状況まで持ってこれたことが、まず一つはザ・ファーストの成功だと心から思ってます。なのでそのザ・ファーストの育成期間がもう今をもってして終わります。はいはいはい。次に会うのは最終審査の会場。俺は初めて君たちを選ぶ立場に最終審査でなって、このグループでデビューしようというのを考えて発表します。はいはい、はい、俺も1年目だからたくさん迷惑かけたと思うし、1年目の会社の見通しも見えない、見通しも何もないものにかけていただいて、そして心と体を費やして時間も費やしてここまで素敵なアーティストとして、なってくれたことをもう心から嬉しく、そしてもうめちゃくちゃ尊敬してるし、めちゃくちゃ愛を持ってもう心から本当にありがとうございます。ありがとうございます。ここでちょっと僕たちから日高さんにあるものが、嘘でしょあります、ね、嘘でしょ、ち
ちょっとこれをメンバーみんな一人一人書いたので。いいかんって。これやばいな。もう泣いてる。感動的にしようとかするのいいのよね。普通にやって、普通にやってみたら。もう泣いてる。本当に大したことない。日高さん、僕は日高さんと出会い、人生が変わりました。それは THEFIRST 以前の問題で、日高さんという一人の人間、一人のアーティストから受けた衝撃や感情は僕の音楽の表現者としてダンサーではなくアーティストでいたいと思い続けてきた思いに背中を押してくれたような感覚で、人生最大の選択の答えを見た感覚でした。そして日高さんが掲げるものは僕の一生の夢なので追い続けたいと思っています。絶対に合格してそんな日高さんと一緒に世界を目指したいと本気で思ってます。本当にありがとうございます。今までもこれからも大好きです。ありがとうございました。ありがとうございます。大したことあるじゃねえかよ。本当に日高さんと出会ってから音楽に対しての向き合い方、今まで出てきた自分の自信だったり、そういうのも全部初心に返ってたくさんのことを学ばさせていただきました。大変ご迷惑もおかけしましたし、いろいろ本当にお世話になりましたが、心から日高さんを、アーティスト以前に、人としてまずリスペクトしています。これからも日高さんの下で成長していきたいって本当に心から思ってます。なので最後の審査、全力で日高さんの下で残れるように頑張ります。愛してます。このオーディションを受けて日高さんに出会えて、常に自信のなかった僕に、リスペクトの言葉をいただけたことが本当に嬉しくて、その一言が僕にとってすごく大きくて自信につながりました。間違いなくこのメンバー、日高さん、このオーディションがなければ本当に音楽を続けれるか不安でした。本当の本当に本当に感謝しかないです。ありがとうございます。日高さんへ、今回はこのオーディションを開催していただきありがとうございます。僕に表現、表情、コミュニケーション、クオリティ、全ての表情、仲間の大切さを教えてくれた THEFIRST は僕にとってパートナーのような存在で、まあ中になった時本当に自分は勉強ができなくて、で音楽続けるか迷ってたし、勉強ができないから親に怒られたりすることもあったから、それは自分のせいでもあるから、やっぱ自分が嫌いになったりもして迷ってたんですけど、本当に今この合宿のおかげで音楽大好きだなっていう思えてるのが本当に幸せです。辛いこととかがあっても音楽は裏切らないなっていうのを身に染めて実感しています。ありがとうございます。ありがとう。日高さんへ、お疲れ様です。お疲れ様です。半年以上にわたるオーディション本当にお世話になりました。僕は小さい頃から嫌でも音楽と触れ合っている人間で、歌うことが大好きで、うまいって褒めてくれる人はいても、僕の歌を才能として認めてくれて評価してくれた人は23年間生きてきた中で日高さんしかいません。今までは自分の歌に対して明確な自信を持ってなかったんですけど、日高さんに出会って合宿で一緒に過ごす中で、日高さんの人間としてやアーティストとしての素晴らしさを実感していくことによって、自分の歌に対しての絶対的な自信を持つことができました。歌以外でもダンスにしても何にしても本当に伝えきれないほどいろいろなことで感謝してますし、何より僕をオーディションでここまで残してくれたことに感謝してます。日高さんの人柄に惚れてオーディションを受けたいと思いました。
そして日高さんに出会えて、人としてもアーティストとしても大きく成長ができました。人としてもアーティストとしても理想の自分になれるよう努力して、カミラレオというブランドを輝かせます。日高さんに出会えて本当に幸せです。この先も夢の先を一緒に見たいです。本当にたくさんの愛と夢をありがとうございます。この合宿でアーティストとして、そして一人の人間として少しでも成長できたのは日高さんのおかげです。日高さんに出会ったことが何よりも人生の宝物です。これからもよろしくお願いしますと言える立場になれるように頑張ります。よろしくお願いします。かつて本当に自分が夢としか思ってなかったこのステージでのパフォーマンスとかダンス&ボーカルっていうこの素晴らしいものを自分古いエランとしてパフォーマンスできたことがもう僕にとって本当に嬉しかったし、そのチャンスをいただけたことに本当に感謝しています。で、こんなに自分のことを考えてくれる人がいたっていうことと、そしてその僕のことを考えてくれた日高さんのことがもうバリ大好きでこれからも古いエガンという存在をこの世の中に証明し続けることを絶対に忘れずに頑張っていきます。日高さんへ。僕はこのオーディションで音楽と一層仲が良くなりました。それは日高さんが仲を良くさせてくれる環境を作ってくれて、そして支えてくれた頃でした。オーディションメンバーに出会わせてくれたこととステージを与えてくれたのは一生の宝物です。僕は日高さんの優しさに包まれながら夢に少しでも一歩ずつ近づいていくことができました。そして日高さんのような国宝をかっこわらに才能を認められたことはとても誇らしく思います。かっこわらいらへん。かけがえのない人生経験です。The First もアーティストのスカイハイさんも最高です。本当にありがとうございました。ありがとう。僕の音楽人生においてこの The First という旗の下で日高さんと出会い過ごしたこの約半年はあまりにも幸せすぎる青春でした。 The First は希望で光です。そして僕たち一人一人と心の底から向き合って愛をくださり、一緒になってはしゃいでくれて音楽をより一層好きにさせてくれた日高さんが大好きです。翔太ありがとう。いや本当にさ、ザファースト俺間違いなくいい方向にやれてるなと思ったのは、間違いなくもう君が成長したからなので、君が才能を伸ばしていってくれたおかげで俺はとんでもないもう大きなギフトももらっているので、領域は伸びれば伸びるほど全てが素晴らしいね。あなたは全ての才能において、諦める必要がないかなと心から僕が感じているので、ここまで才能を伸ばしてくれて本当にありがとうございます。あーちょっと待ってください。ダメですか。ありがとうございます。こちらこそ本当にありがとう。シュントはあなたを見たことがないです。本当に後ろにいろんなものが見えるとさ、こういう音楽をたどってきたんだろうなとか、こういう音楽の道を歩いていくんだろうなっていうのが我々音楽人には見えるんだけど、あなたは本当にオリジン起源だと思います。すごい才能だと思います。ソータは本当にあなたがいるだけで、見た目だけじゃなくてダンスの心の部分、美術だけじゃなくて音楽を使って乗って表現するっていうことに対するみんなの意識が上がったのは確実にあなたのおかげだし、あなたのラップの伸び方は俺に新しい自信をくれたし、改めて音楽に向き合う大きなきっかけをくれたのはあなたなので、本当にありがたいって心から思ってます。あなたに才能があるのは生まれ持ったものでも偶然のものでも何でもなく
音楽とあなたが接してきた結果生まれたもの、すっかりと音楽とあなたの距離が近いように、あなた人との距離も縮めていける人間になってたので、それはすごい人として美しいです。とてもかっこいいと思います。ジュノンはあなたのダンスの伸び方のスピードってやっぱものすごいよ。ものすごい才能がある人が同じ時間一緒のレッスンしてもそこまで伸びてないかもしれないっていうくらいの伸び幅だと思う。それはあなたが決めたからだよね。自分を信じたとかじゃなくて、踊れる人になるって自分で決めちゃったからそうなったっていう、運命を手繰り寄せる力を持ってると思います。それは尊敬する、すごいすごい力だと思います。諦めずに合宿ずっとやってくれてありがとうございました。いやレオは常にいるチームいるチームで、このチームはこうやったらもっと大きくなるのにな、こうやったらもっといいのになっていうことを悩める、迷える、チームのことを自分のこととして悩める、そんな人間はね、人柄がいいとかいう言葉で表しちゃいけないよね。自分もあなたと同じチームでこうやっていさせてもらってるので、おかげで才能が伸びました。ありがとうございます。あなたのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。マナとは、楽曲を通して出てくるあなたの人柄っていうのが、その真面目な人なんですねっていう印象から、その一歩先二歩先のところまで、あなたが僕に伝えてくれたこと、そしてその伝わるものがものすごく濃厚でとても興味深く心を揺さぶられるものだったこと、見つけたと思いました。僕がそういうふうに思ったっていうことは、多分何万人でも何十万人でも何百万人でも僕と同じようにあなたの歌に心を揺り動かされる人がいるっていうことだと思います。いやランとリモートで会った時の衝撃はね、忘れられないです。でもあなたはその中でそれでも自分を高めるっていうことを忘れたことは一回もなかったし、ずっとずっと見続けてきた結果、歌がうまいとかダンスがうまいとかそういうの全部ひっくるめて、表現をする人間として高みに上ろうというふうに腹をくくったように見えます。素晴らしいアーティストだなと思って、尊敬しています。あなたは持っていた才能をただ開くきっかけが18年間なかっただけであって、ずっと音楽に対してあなたがしてきた愛情が今利子つけて帰ってきてるだけのことなので、あなたに才能があることに何の不思議もないです。音楽にあなたがもらってるお返しが僕にお返しをくれてるので、もうこんなにお返しもらったら返しきれないよっていう気持ちです。ボーイズグループで、やるということが向いていないんじゃないかみたいなことが考える余地はもうないかなと思いますし、常に興味をかきたててくれるし、もう本当どういった形で音楽を表現していくんだろう、どういった風にするんだろうとか、あなたがいることで、この合宿の最中ずっと僕のワクワクは3倍とか4倍とかに増してました。心から感謝してます。本当たくさん成長してくれてありがとうございました。たくさん愛情を俺にくれてありがとうございました。最終審査やってお互い最高の人生を送りましょう。はい、はい、行きましょうか。怖い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 、じゃあこの辺だな。行きましょう。ありがとうございます。いや、ちょっと硬いです。はい、せーの、わっていうブランドを最後の審査で証明デビューするしかないと思ってるので、めちゃめちゃワクワクします。最終審査マジで頑張ります。合格に対しては強い思いがあります、ね、このやってることに対して強気っていうか、どうだっていう気持ちで今までの全てに感謝をして、まずは合格という、しっかり自分を出せるようにやっていきたいなと思います。一番かっこいいパフォーマンスをする自信もあるので、すごい気持ちが高く、俺誰にも負けてらんねえなみたいな、そういう気持ちがすごく出てきて、最終ステージ始めます。戦える場所はここしかない。通過点まずは合格。
楽曲とパフォーマンスがリンクしている、花を咲かせたな、素晴らしいアーティストですね。完成されていたね。はい、ザ・ファースト、シャープ18-2、見させていただきました。全然泣かすよね。泣かされたな。なぜもう、ソーダにやられるよね。で、やっぱね、スカイハイさんも言葉にもやられるしね、うん、いい回でしたね、うん、で、僕ちょっと冒頭ですね、カリカリ梅を食べててですね、ちょっと大事なシーンをちょっとしっかり見れてなかったので、ちょっとダブルサプライズのとこもう一回見ていいですか。ガチでーす。すごい。急にこっちが回すやつ。回されたよ。独特すぎる。ダブルドッキリ。ダブルドッキリ。マジでびっくりした。どういうあれ、ドッキリ仕掛けてる側の方がドッキリさせられる。やば。あ、私全然新しいでしょ。めっちゃこんなやつ。全然こんなやつ。一人一本。ありがとうございます。なるほどね。いやー、でも最後ね、そのジュノンもリョウキもあんま泣かないのに泣いてるからもうやばかったな。よかったな。さあ、いよいよ次回19-1、19-2と続いていくわけですね。いよいよ僕もザストの旅がいよいよ終盤に差し掛かってきました。本当ザストのおかげでね、こう YouTube もね、僕のこう日々もいろいろ変わりましたので、本当に感謝しかないですしね、こんなに感動もくれてね、毎日毎日、はあ、まあ手紙を一人一人良かったね、本当ね、キャラも出てて、あのちょっとソータにやられたな。でも本当にみんながね、命を削ってね、愛を注いでくれたね、日高さんに、前例の感謝、なんか嬉しかったですね。僕本当プロデュースしてきた側の人間なんですけど、日高さんみたいにやれてなかったなーってすごい反省もするし、もっとこう愛をこう捧げてたらよかったなとかね、もう考えるし、なんかいろいろ本当に僕にとっては意義のある本当にザストだと思います。はい、というわけで次回シャープ19-1、またね、時間近々すぐ作れそうなのでね、終わりに向かって、ちょっと寂しいですが向かっていきたいなと。で、リアルタイムのね BE:FIRST に追いついて、これからもね BE:FIRST 追いかけていきたいし、うん、追いザストもしたいして気軽にね、でも真剣に19-1、19-2、そして20、見ていきたいと思います。今日も長い間ありがとうございました。白石秀則でした。ブン。